見てここ三つの顔がほら。で俺俺入れたらこういうちょうど四つなんじゃない。四つになってる。今アジアで注目のカンボジアを旅しているのはパラダイス釧路出身のお笑い芸人ペナルティーワッキー。北海道います。北海道行ったことある人。お札幌、はい、札幌その学校を作った、方は、まあ、北海道に住んでる人たちです。北海道の支援者たちによって運営されているワット月下でワッキーの日本語教室。男性ホルモン基準中。そしてついに世界遺産アンコール遺跡群へ。東西南北に彫刻されています。4つの顔があります。よく見るとそれぞれの顔がみんな違います、うん、みんな違うんだ、はい、アジアとつながるガッチャンコージャーニー。カンボジアの旅第4章、世界遺産アンコールワットへ。これかアンコールワットは。さらに伝統舞踊アプサラダンスを鑑賞。うわめちゃくちゃ綺麗。それではいざガチャンコ。カンボジアはベトナム、ラオス、タイに囲まれるように接し、面積は北海道の2倍ほど、およそ1500万人が暮らしている。ワッキーが訪れているのは首都プノンペンからおよそ250キロ離れた町、シェムリアップ。町の周辺にはアジアで屈指の世界遺産アンコールワットをはじめ、さまざまな遺跡が点在し、遺跡巡りの拠点となる町なのだ。なんだこれ。すごい。こちらはアンコールトムの中心地バイヨンです。バイヨン、バイヨン、はい。うわすごい。この川は東西南北に彫刻されています。よく見るとそれぞれの川はみんな違います、うんうん、みんな違うんだ、はい、ワッキーが訪れているアンコールトムは世界遺産アンコール遺跡群の一つ。中心にあるバイヨン寺院の最大の見どころがクメールの微笑みと呼ばれるこちらの四面仏塔なのだ。ではではワッキー、次はどんな遺跡を見に行くのかな。こんなに敷地広いんだ。はあ、いやもうすごいな。この寺院はタープロム寺院です、うん、タープロム寺院、はい、屋根の方をご覧いただくと、木がありますね。一本の木、スポンと呼ばれるガジュマルの木です。ガジュマルの木、はい、こんな木は樹齢300年くらいから400年くらい、うん、うわ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 すごい。木が乗っ取ってる遺跡を。うわ巨大なタコみたい。なんか12世紀末に建立されたタプローム、1860年頃に発見。遺跡は当時のまま保存され、巨大な樹木に浸食された遺跡は何とも言えない神秘的な風景を作り出している。うわーすげえ。いやご覧のように、あの間に入り込んでどうにか土までたどり着こうとしてんのこれ。いやこれ自然のもんだよ。テーマパークの中にあるさ、人間が作ったものみたいな感じだけど、これ自然だからね。もともとは仏教のお寺として建立されたタプロームだが、後にヒンドゥー教の寺院として改修されたのだ。そのため周壁にはこんな特徴が。なくなった部分がありますね、うん、これはあの悪い人から取られちゃったかよく分かりません、うん、でもこっちの方はヒンズー教の、うん、
あの神様。ヒンズー教の神様ね。はい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 、でこっちの方は、仏教の彫刻。うん、はい、仏教神のような彫刻もあるし。残ってるし。ヒンズー教の彫刻も残ってる。こっちから。あらららららうわ、ほんとジャングルの中にあるな、この遺跡って。すごいな。ここでしかほんと見れない遺跡でしょ、ジャングル感が。すごい。そもそも世界文化遺産アンコール遺跡とは、9世紀から15世紀にかけてインドシナ半島で繁栄したクメール王朝の宗教都市や寺院のこと。ワッキーの遺跡巡りの最後はアンコール遺跡最大のあの寺院へ。ここですよ、待ちに待った。うわ、やっぱ規模が違う。いや、でかい。うわ、これはお堀？そう、お堀、アンコールワットのお堀です。でかっ。うん、これはあの山路、架け橋、架け橋を表しているそうです。お堀は対外、海の対外、表していたそうです。海を表してるの。で、またこの山路は2つ分けてます。右の方はフランス人が修復をしました。左側は、日本の上智大学が修復をしました。さあ、皆さん、おマットさんでございました。この門をくぐったら、皆さんのイメージしてるあのこのアンコールワットやっと見れます。うわー、いやー、すげー、これかアンコールワットは。CM の後、ついに憧れのアンコールワットへ。うわー、いやー、すげー、これかアンコールワットは。はー、綺麗だな。クメール王朝の栄華を象徴する世界文化遺産アンコールワット。東西に 1.5 キロ、南北に 1.3 キロ、中央棟の高さは65メートル。アンコール遺跡の中でも最大規模を誇る寺院。1113年からおよそ30年かけて作られ、クメール建築の最高傑作と称されている。1860年頃、ヨーロッパから来た探検隊に発見されるまで、実におよそ700年もの間、密林の奥深くに眠っていた。あ、ちょっと修復してるのかな。そうです、修復中です。あ、いや、でもよくもまあ残ったな。これ月日を感じるな。いや、でかい。カンボジアの国旗にも描かれているアンコールワットは、中央指導を囲むように三重に巡らされた回廊がある。中でも一番の見どころは、第一回廊の壁面を埋め尽くす壮大なレリーフだ。こっちの方、そう、戦いの様子で描かれています。東西南北の壁面に描かれているレリーフは、ヒンドゥー教神話がモチーフ。西面から反時計回りに読み進んでいくと、一つの物語が完結するのだ。うわ、いっぱいあります。でかっ。何これ。レリーフは東西215メートル、南北187メートル、全長は800メートル近くもある巨大な壁画なのだ。そしてアンコールワットで最も神聖な場所とされる第三回廊へ。
私は子供の時、母はアンコールワットの前で鶏とかご飯を売ってた時、私がこの周辺で遊びました。ここの階段でしょ、走って登りました、降りる時も走りました。今では観光客が絶えないアンコールワットだが、以前は近所の子供たちの遊び場になっていたとか。すげえ。死ぬまでに一回来たかったんだ。この前まではさ、ほら、うっそうとしたジャングルの中にあって、それはそれでさ、ああこうなんか植物に乗っ取られてる感じとかが、月日が経ってるなっていうのを感じたけど、ここは何だろう、こうドーンと構えてる感じがあるよね。クメール王朝の栄華を象徴するアンコールワット、荘厳かつ優美なその姿は、建設から1000年近く経った今もなお多くの人々を魅了している。空から見たくない？空から見れんの？え、そういうツアーをやってるみたいなんで。マジで見たい、行こう。アンコールワットを空から眺められるなんて、なんて贅沢な体験。ちなみにヘリの飛行時間は、聞くところによると8分しか飛んでくれないみたいです。いろいろな飛行プランはあるのだが、今回はアンコールワットの外周のみを回るツアー。それではしばし空の旅へ。いやすごい景色。雨だけど、まあちょっとやんできてるしね。あった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 。アンコールワット。あった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 。あーすげえ。うわ、真四角なんだお堀。いやいや立派なもんだな、やっぱり真四角の中に真四角があって、いやいやいやすごい。なんだろう、こう自然のままというかさ、昔のままっていう感じするんだけど、あーすごいわこれ。いやーやっぱ綺麗な寺院だな。これもう真四角だもん。アンコールワット上から見たってちょっと自慢できんなこれ。地上からでは見ることのできない壮大な景観、深い森に眠る神秘の遺跡にただただ圧倒された空の旅。これにてアンコール遺跡巡り終了。いや思わずね、興奮して自分のカメラで写真撮るの忘れました。いや失敗した。上から見てもやっぱすごいね。うん、でかいし綺麗だし、やっぱこう貫禄を感じたよ。アンコールワットは世界遺産の中でももう3本の指入るんじゃないの、なんかこの貫禄という意味では素晴らしい。あーこんにちは。CM の後突撃ガイドマーラインのお宅へ。大好き、楽しい、いいね。アンコール遺跡巡りを終え、ちょっと小腹が空いてきたところで、ガイドのマーラインがおすすめの場所に案内してくれた。あーこんにちは。あ、生春巻き、あーいいね、ちょっと食べたい生春巻き。こちらはマーラインのお友達の家族が経営している屋台、中でも人気がこの生春巻きなんだとか。じゃあいただきます。うわー本当に生春巻きだな。うまい。うまい。
もう野菜だらけで、あ、おいしい。てかもうめっちゃヘルシーだよこれ。香草がまたパクチーと違うものが入ってるね。タイの生春巻きとちょっと違うかな。うまい、マジでめっちゃうまいよ、うん。とここでガイドを務めてくれたマーラインにあるお願いを。ちょっとマーライン家に連れてってもらいたいんだけど。はい、大丈夫です。あ、いいですか。ちょっとどんな生活してるか見たくて、はい、いいですか。はい、いいです。一発 OK。 ローカルフードを味わって現地の暮らしに興味が湧いたわけ。ではお邪魔します。あ、どうも。あら、あ、お母さん、ママ、こんにちは。あらららら、あれ、お姉ちゃんの娘。へえ、お姉ちゃん、こんにちは。お姉ちゃん、日本語大丈夫なんですよね。はい、大丈夫です。え、まだ赤ちゃんいるの？そうです。二人いるんだ。はい、あらららら、もう本当にもう生まれたて。あらららららら、カンボジアこうやってハンモックでやるのね。へえ。だいたい家族はここで、はい、この一部屋で。はい、姉と家族、うん、私、うんうん、で母と弟は外、うん、外なの。外って何？外に寝てんの？はい、涼しい。あ、はい、こっち、こっち、え、ここで寝てんの？はいはい、こんな。いや、涼しいけどさ、一応ここがスペースとしてはマーラインのスペースなのね。なるほど。女の子の部屋っていうことですよ、いわゆる。これはやっぱりワット月下のお友達が多いのかな？はい、ワット月下の友達とか、あ、日本人の私のママ。マーラインが日本語ガイドになるきっかけは、北海道の支援者たちが運営しているワット月下との出会い。日本語を勉強した教科書やノートは今でも宝物のように大切にしている。2377に結構ちゃんと書けてるよ。日本語で食べる、食べます、食べてる、ます、て、え、こういう勉強の仕方するの。寝る、寝ます、寝て、こういうとこから始まってだん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 覚えて、今じゃガイドさんですよ。立派です、ね。ガイドをやってみて楽しいですか？めっちゃ大好きです。あ、大好き、楽しい。はい、日本人のお客さんは喜んでくれてる？はい、みんな優しかったです。うん、北海道の方、北海道からいらっしゃった方はまだ会ってないです、うん。あ、会ってないんだ。はい、そっか。会ったらもっと喜ぶかなと思う。うん、そうだね、行ったことありますだとか話もね、はい、できるもんね、はい、そうです、うん。マラン、今日はガイドありがとうございました。いいえ、ね、お家の中も見せていただいて。はい、こちらこそすごいガイド上手でしたよ、本当に。いや、まだまだ、うん、これからも今後とも、うんうん、頑張ります。あ、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、すごい。わわわわ、めちゃめちゃ綺麗。CM の後、カンボジアの伝統舞踊を鑑賞。まあ、今からご飯食べて、で食べながら、ここでね、民族舞踊が始まるんで、見ながら食べながら、食べながら見ながら、ね。アンコール遺跡を巡った夜はクメール王朝時代の伝統舞踊を鑑賞。ブッフェスタイルのディナーを味わいながらショーを見ることができるのだ。いいダンスですよ、これ。必ず男女ペアで。このダンスいいな。
600人収容のレストランがいっぱいになるほど人気が高いこのショー。そしてメインはアプサラダンス。クメール王朝初期の9世紀にはすでに宮廷で踊られていたとされる歴史あるダンスなのだ。手や腰の動きに特徴があるアプサラダンス。アプサラとはアプサラスというヒンドゥー教の神話に出てくる天女のこと。このダンスはアンコールワットの第一回廊のレリーフにも描かれているのだ。撮っていいの？え、マジで？本当に？いや、撮ろう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 。ワッキーがシェムリアップで宿泊しているのはアンコールパレスリゾート&スパ。遺跡観光で歩き回った後、ホテルでこんな体験はいかがでしょうか？いや、もうカンボジア天国だよ。ガッチャンコ本場のクメールマッサージで癒されること間違いなし。妖艶なアプサラダンスショーを鑑賞したのはレストランクーレン2。発展を続けるアジアンシティ、アンコール遺跡の歴史ロマン、一度は行ってみたいカンボジアへの旅は大韓航空がとっても便利。新千歳空港から韓国のインチョン空港を経由して毎日首都プノンペンと遺跡観光の玄関口シェムリアップへ。北海道を午後出発するとその日のうちにカンボジアに到着します。北海道から韓国を経由してアジア、そして世界へ。大韓航空は世界45カ国128の都市に就航しています。詳しくは大韓航空ホームページをご覧ください。次回のガッチャンコジャーニーはカンボジア編最終章、内戦の悲劇を語り継ぐ博物館へ。悪いことをしたって言ってるけど、ね、上から分からない、何のためにか、ね、考えない。その時はワッキーの涙の訳とは。それはちょっとね、取ったチャンディ、もう一回